ただインプットするだけでは何の意味もなく、やっぱりアウトプットして、おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、朝倉雄介さんの名言で、読書から学ぶことは多くあるものの、実際に経験したか否かでその理解の深さが異なりますということでですね、朝倉雄介さん、プロフィールをお伝えしていきたいと思います。朝倉雄介さんはシニフィアン株式会社共同代表、兵庫県西宮市出身の競馬騎手養成学校、競走馬の育成業務を経て東京大学法学部を卒業後、マッキンゼー&カンパニーに勤務。東京大学在学中に設立したネイキッドテクノロジーに復帰、代表に就任。ミクシーへの売却に伴い同社に入社後、代表取締役社長兼 CEO に就任。業績の回復を機に退任後、スタンフォード大学客員研究員等を経て、政策研究大学院、大学客員研究員、ラクスル株式会社社外取締役、株式会社セプテーニホールディングス社外取締役をされている方ですということでですね、まあ、ご経歴は素晴らしい方ですけれども、そんな方でもですね、やっぱり読書、まあ私もやるんですけれども、読書をしてですね、ただインプットするだけではなくて、やっぱりそれをアウトプットですよね。アウトプットする作業が必要だということが大事だとおっしゃっております。本当にね、アウトプット、なかなか難しいんですよ。私もこうやって YouTube でアウトプットしてるんですけれども、アウトプットってすごく時間もかかるし、やっぱり面倒だし、本をね、読んだり、こうやって YouTube を見るってすごく本当に楽と言いましょうか。うん、便利だなと思うんですけれども、逆のアウトプットってすっごく大変です。だけどね、私も YouTube やるために読書して、いろんなことを吸収して、やっぱり放送する。これなんですよね。ただインプットするだけでは何の意味もなく、やっぱりアウトプットして、自分のこの情報を発信する、共有するだとか、そういったことが大事だと私も思っておりますし、皆さんも思っておられるかと思います。なかなかね、やっぱりアウトプットって難しいんですよ。なんか言われそうとか、言ったらこれ言ったらなんかすごいこと言われそうとかね、SNS で書いたらね、いろんなこと言われたり、私もあります。言われることたくさんありますし、やっぱりね、批判する人ってすごく批判されるんですけれども、まあ、そういったことにね、めげずにではないですけれども、そういった人は人だと思ってやるしかないんだなと思っております。まあ一定数ね、ずっと批判してる人っているんですよね。朝から晩までね、こう張り付いてる方とかおられますし、そういった人にね、やっぱりいちいち反応するのではなく、自分のね、やっぱりこの吸収したものを発信して、皆さんにシェアして、いい情報をお伝えすることが大事だと私も思っております。これからもね、たくさん情報をお伝えして、この実際した経験か否かで、その理解の深さが異なるということでですね、私もずっと経験をお伝えしていきたいと思っております。これからもね、たくさん、お伝えできればなと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。